このビッケっていう作品で、今回僕はこちらにいるウルメという役をやったんですけども、昔すごい古いビッケは再放送かなんかで僕見たことがあって、でちょっとウルメの声のイメージが少し残ってはいたんですね。で作中めちゃめちゃ鼻歌が多いんですね。その鼻歌を完全再現しようと思ってめちゃめちゃ聞きました。知恵と勇気でっていうふうになってますけど、ビッケは知恵と勇気、じゃあお父さんは力だったり、いろんなこう各各々それぞれがキャラクターごとに自分の強みがあるっていう部分で、大人の僕たちが見るんであれば自分たちの武器を持てばいいんだなっていうふうな気持ちにもなりますし、子どもたちが本当純粋に楽しんで、どのキャラに憧れてもいいようにできてる素晴らしい作品だなっていうふうに思いましたね。昔とっていう、どのぐらいの昔に置くかにもよりますけども、声優という職業の幅がどん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 広がっている時期だと思うんですね。顔出ししたり通常のドラマに出てももちろん声優という括りになるだろうし、でもやっぱ声優だよねっていうふうに言われるっていうのは、一本自分のこう自信を持ったお芝居であればそうだし、僕の場合はナレーションっていう部分だったりとか、自分自身の何かこう一本通ったものを見つけることだなって思うので、何かこうたくさんの仕事を取捨選択する中で、それでもどこまでも声優を大事にしていきたい、そして僕はそれを持ってますよっていうのをこう常に発信しながら行くことが、今後の何て言うんですかね、声優という仕事がいろんな面でとらわれる世の中になってきたところで、自分が声優ですって名乗れる強みに変わるのかなと思うので、ね、今何やりたいのって言われて、ああ何でもやりたいんですよではなく、トップ1を必ず作っとくっていうのは大事なのかなっていうふうに思ってますね。一番の思い出はやっぱり僕声優業界の縮図だと思って声優学校に通ってたので、当時からもただ通うっていうよりは、どうやったら目立てるかっていうのも変ですけども、印象的な人に見えるかだったり、どうやって人間力を高めるかってことを考えながら授業を受けてた覚えがありますね。初めての現場でどうしようかな、でそういう場合って交番表をいただいたら、僕必ず皆さんのお名前を一応全部調べて、どっか共通点ないかなとか、あこの人北海道で同じ出身だとか、そういったなんかこう共通点を探すんですけども、で AMG 卒業ってやると、あ AMG の人だっていうのは一つなんか一つ安心感につながっていたので、それはなんか卒業後もすごく自分にとってはプラスに働いた部分でしたね。多分今声優を目指している子たちの中には、誰々さんに憧れてっていう場合もあれば、アニメが好きだから、映画が好きだからナレーションがしたいとか、はたまたアイドル声優になりたいとか、いろんな思いがあるとは思うんですけども、軽い気持ちで学校に来るっていうのも一つ僕はありだと思いますし、その中でどん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 違う好きなこと見つかるかもしれないんで、それも一つの方法ですけども、今現在声優になりたいって思ってる人は、本当もう一生この仕事してやるんだぐらいの気持ちで来た方が、もしかしたらたくさんね目指している方が多いので、少しでも目立てるのかななんて気はいたしますね。